校決定戦は初めての試みでした。やはりね、ここの子どもみこしが歩いている間に、高校生の参加を、ね、少しでも、何か楽しめることがないかということで、今回初めて、開催させていただきました。だいぶね、大人数の人の参加があって、とても嬉しく感じます。それでは表彰式の方を始めたいと思います。表彰の方は杉戸委員長からお願いします。それでは優勝しました第1位のニックネームでいいですかね。3位からいきますか。3位からいきます。ニックネームでいきます。ナイトゥー、はい、ニックネームナイトゥーコン、はい、おめでとうございます。表彰は杉戸クイズ王決定戦3位内藤島将軍、おめでとう。はい、おめでとうございます。あら、委員長、本名で言っちゃいますか。本名で言っちゃいますか。はい、それでは第2位、ニックネームは阿部慎之助くんです。はい、表彰準優勝杉戸慎吾との、はい、おめでとうございます。はい、この2位は隣接市ですね。本当7つ答えた、素晴らしいですね。そして第1位はヒノピーの誕生日を知っていました、1番に抜けましたニックネームババゾーンくんです。表彰キリエクイズ王決定戦優勝ババゾノ北斗殿、あなたは子供みこし祭りキリエクイズ王決定戦において素晴らしい成績をございました。よってその栄誉を称え、これを称します。平成30年8月8日、子供みこし祭りに向けて、はい、おめでとうございます。はい、素晴らしい商品が、はい、プレゼントされました。大変ありがとうございました。あ、じゃあ、はい、一言ずつあれですかね、委員長。はい、3位から、じゃあ、こちらを向いてもらっていいですか。じゃあ皆さん、はい、写真を事務局撮りますので、はい、3位の内藤君、はい、はい、感想どうぞ。とっても嬉しいです。はい、でも近似値がね、一番近かったから、はい、はい、いろいろキリのことまた調べてください。はい、はい、はい、じゃあ2位の、はい、杉田君。来年あったら今度は優勝できるように1年間勉強したいと思います。そうですね、キリ氏の勉強いろいろしてください。ありがとうございます。はい、そして1位のババゾノコン。はい、まさか優勝できるとは思わなくて、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございました。はい、おめでとうございました。はい、もう本当にね、男子3名ということですけどね、まあ、本当に桐生市のことをいろいろ調べて、桐生を大好きなね、大人になってもらえればありがたいなと思います。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。はい、そしてありがとうございました。はい、おめでとうございます。はい、そして第55回キリヤギブシ祭り子どもみこし祭りは以上をもちまして、終了となります。この後キリヤギブシ祭りは先ほどね飛びましたブルーインパルス、明日本番です。明日本番で4時半からまた飛びますので、ぜひね皆様楽しみにしてください。そして明日は、子どもみこしから変わった遊林館であります脱出ゲーム型お化け屋敷のお鳥様、これもありますね。